じゃあな、こっちの宇宙のオラ無事だといいんだが。悟空さんならきっと大丈夫です。うん。第六宇宙の海王神、何があった？第六宇宙に正体不明の敵が襲来、現在交戦中なのです。何？破壊神はどうした？シャンパ様はじめ破壊神の皆さん、禅王様のとこにお呼ばれしてるけど全然連絡取れねえっつーの。父さん、海王神に向かって何をする？その敵とやら俺が始末する。わかった。暴れたい気分なんだ。君のことはインプットされているんだ。やるね。今のはちょっと聞いたよ。お、再生した。まだまだもっと。ひざまずいてもらうわ。
なの宇宙。シーシャー、不甲斐ないぞキャベ。あ、はい。その方は息子だ。新しいのが来たよ姉さん。いい暇つぶしになればいいけど。俺たちが相手だ。第七宇宙を狩るのはまだ先のつもりだったが、こやつらは、うん、そうか、君は彼らを知っているんだったな。だが今は待て。人間め、まあ待て。全王を倒すまでに合わせてやる。楽しめそうね。ああ、面白くなってきた。そろそろやろうか姉さん。私も同じこと思ってたわ。オレン、何を企んでやがる。あの人でも苦戦するとは、すげえ敵が現れたみてえだな。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強最悪の戦士襲来、壊滅する第六宇宙。絶対見てくれよな。